プーさん、こんばんは。昨日相談に乗っていただいたのに、主人が配信中に一緒にいたため、リアルタイムで拝見することができませんでしたと。また相談ラインも中途半端な書き込みで申し訳ありませんし、大丈夫ですよ。えー、先ほど配信を拝見させていただき、えー、プーさんの言葉や皆さんのコメントを見て涙がボロボロ出て、今まで感情のない、感情がないのかもしれないと思っていたので、泣いてる自分に驚きましたと。よかったじゃん、お前たち。お前たちのおかげだってさ、うん。 えー、9歳から転換をわい、20年前くらいから発作等もなく、 通常の生活を送っていますが、予防で、えー、服薬のために月に一度診療内科へ通院しています。確かに今の先生とは長い付き合いなので、えー、診察も流されている感じで、えー、診療、えー、診療時間も長くて5分くらいなので、プーさんが助言されていたように他の病院に行ってみようと思います。あ,あそうっすね。うん、趣味などもなく、えー、悶々とした日々を過ごしていましたが、今回相談をしてみて、プーさんや皆さんの言葉からもう少し頑張ってみるのもいいかもしれないと思い前から気になう。 保育士試験を10月に試験験を月にがあるみたいいのので願書の取り寄せおすごいねうん今からの勉強だと間に合わないですが、時間をかけても資格取得ができたらと思いますと、合格できた時はまた報告させてください。プーさん、本当にそ相談に乗っていただき、本当にありがとうございました。えー、長文多分失礼いたしましたっていうことでございますけども。ねえ、でもね、なんかそんなになんか、急いで頑張る必要ないっすよ、多分。これ一つ気になったの、このラインの中で。一つ気になったのは、えー、昨日、そう、えー、プーさんこんばんは。昨日相談に に乗っていただいたのに、主人が配信中に一緒にいたため、リアルタイムで拝見することができませんでしたっていう。まあ、単純にその、ツイキャスを見ているっていうことをご主人に知られたくないのか、自分がこういう相談をしているっていうことを知られたくないのか、えっ、ー、と、自分がこういう悩みを持っているっていうことを知られたくないのか。これ、もし3択目だったとしたら、あのー、これ、まずいっすよ。何がまずいかって、えっ、ー、と、 ご主人と今、息子さん、まあ息子さんなのか娘さんなのかわかんないですけど、お子さんがまあ一人立ちして、で、ご主人と二人きりでこれからね、二人きりでっていうか二人でこう生活していく中で、今こういうことを悩んでるんだよっていうことを、 共有できているのかなっていう、そこがちょっと心配かなってちょっと思ったんですけど、二人でこうやってやっぱり生きていくんで、お互い助け合いだと思うんでね。なので、あの、今こういう状況でこういうふうなことを悩んでるってことをちゃんとあの、ご主人にもお話しできる環境を作っていった方が、で、逆に言うと、ご主人が、えっ、ー、と、あなたに、えっ、ー、と、こう、いろんなことを話せるような環境を、これから二人で生活していく中で作っていかないと、うん、ちょっとお互いフラストレーションとかなんか、 ね、すれ違いとかがかなり大きくなってしまうんではないかなっていうところで思うんでまあそこに関してもあのそれはもう話していますでもただあのツイキャスでなんかこうねよくわかんないおじさんおっさんにあのー、なんか相談そんな話してんのかっていう思われるのが嫌だとかっていうんだったら別にそれは全然いいんですけどもしそれをご主人に、えー、と今こういう悩みがあるんだよってことを話せてないんだとしたらご主人にもまあそういう話を一緒にした方がいいんじゃないかなと俺僕は あの、個人的には思いますけどねっていう感じだったりするんですけどねっていう。まあ、保育さん、保育士さんを目指したい、目指すっていうか、その免許っていうところに関しても、試験、保育士試験に関しても、別にそんなになんか焦る必要ないかなっていうか、順番でいいかなっていう。だからまず、ね、それこそ、あの、なんかいろいろすっ飛ばしてるかなっていう。まあ、そうね、すっ飛ばしてるっていうわけでもないけど、なんだろうな。何をするにもやる気が出ず、家族にも迷惑。まあまあ、でもそれがモチベーションになるんだったらいい。 なんか、良かったりするかどよねっていう。そう、その、ね、あの、保育士試験っていうところが、自分のなんか生活に対するモチベーションだとか、なんかスパイスになったりするとか、そういうんだったら全然ありだと思うんですけど、なんかそんなになんか一気に無理する必要ないかなっていう。そう。なんか自分のことを <laughs>、追い込みすぎない程度に、 えー、なんかいろいろやっていただけたらなぁと思いますんで。はいはいはい。っていうことでございますかね。はい。なので、まあ、えっ、ー、と、そうっすね。うん。なんかあんまり頑張りすぎる必要なくて、で、あんまり焦る必要もなくて、そう、ゆっくり自分のペースで、えー、あの、やっていけばいいんかなぁと僕は思ったりしますけれども、っていうことでございます。はい。またなんかあの、いつでもお悩みありましたら、またいつでもまた送ってくださいっていう感じ。まあ、セカンドオピニーンは大事かなと思います。はい。ということでございました。 はい。<laughs> あ,あ今リアルタイムで聞いてくださってるんですね。そうそうそう。だから、そうっすね。えっ、ー、と、頑張りすぎ、そうっすね。ゆっくりやっていただければって思うんすけど。うん。だから、趣味とかなんかこう、目標とかなんかそういうの持ってると、なんかこう、そう、あのー、なんか自分の生活が一個締まるかなっていう感じは僕はあったりするんで。だから僕なんかで言うところの、もう僕はもう完全に配信はあのいつも前から言ってますけど、僕はもう趣味の延長なんで、これも自分が好きだからやってるんですよ。もう配信って。 な毎日ずーっとダラ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 やってるじゃないですか。もう今までずーっと僕趣味って色々まあね、色々ありましたけど、その中でずーっと一番続いてる趣味がこれだったりするんで、配信っていうものだったりするんで、もうこれ11年続いてるんで。だからもうそれこそ、ね、<laughs> 今でこそこうやってね、いっぱい見てくださってますけど、あの、もともと僕なんてもうほんとつい、もうほんと、割と本当にマジでつい最近までほんと、ね、閲覧20とか、うん、そんぐらいでやってたりしてたんで、そう、もう閲覧20、普通ね、あの、配信歴10年とかやってて、閲覧20だったら普通やめるじゃないですか。でも単純に僕、楽しいからやってるだけなんですよ。自分が楽しいから。そう。だから続いてるっていうか。 そう閲覧20でもね。それでなんか、例えば金稼ぎが目的で配信やってて、それで閲覧20だったら、さすがに心折れると思うけど、だからの俺、ただただ配信垂れ流してるのが好きなんで、うん、っていう、これもずっと趣味でやらせていただいてて、まあ趣味にこんだけ金かけてるんですけどね。<laughs> はい。っていうことなんですけども、えー、僕はあの今、今年17歳ですね。 うん、今年17歳なんで、7歳の時からやってますね。えー、7歳の時から配信やってるんで、うん、っていうことでございますかね。まあ、趣味大事っすよっていう。はい。ってことでございました。